こんばんは。今日がですね、何日だ5月の6日5月の6日ですね、ゴールデンウィークも、まあ、今日で終わりということで、まあ、特にやることなかったんでね、何しようかななんて考えてたんですけど、まあ、ちょっとこのセンター試験っていうのがあって、朝からずっとまあ解いて時間を潰してたというかやってました。朝の10時ぐらいから始めて終わったのが7時半ぐらいですね。だからかなり8時間ぐらいずっとこう試験問題を解いてたということになりますね。まあ、途中ちょっとご飯食べたりとかねしましたけど、その他ずっとこうやってました。何しろ受験生が2日間かけてやるのを1日で、まあ、半日でやるっていう、そんな感じでやってたんで、かなり疲れましたね。で、結果がですね、数学から始めたんですけども、数学はですね、200点満点で、一応ちゃんと考えて、ね、やったんですよね。で、6点でした。最初数学なんか全然やってないんでね、0点かななんて思ったんですけど、一番最初の計算問題とあと最後の方に確率の問題があって、それだけちょこっとできたって感じですね。どんな問題が出たかっていうとですね、こうですね、まあ書いてみますと A イコール1プラス2と2で1プラスルート3で、 B が、これが1マイナスルート2で1マイナスルート3で、これがあって、でまず1問目がですね、 AB イコール何ですかって、これですね、これはなんとかですね、まあ、公式とかあるんでしょうけども、力技でこう分解して、答えで出ましたね。で2でした。これは、まあ、時間かかったんですけど、なんとかできましたね。で次がですね、今度 A プラス B で、これ2で、私はですね、これ1たす1って言って2っていうふうに、まあ、答え出したんですけど、実際そうなんですけどね、 A プラス B が2っていうことでもないらしいんですよね、どうも。なんかこれは平方根を使ってこう答えがこうなんか書いてあったんですけど、まあ、掛け算はなんとかできたんですが、足し算だと逆に難しくなるというね、ことがありましたね。でもなんかちょっとこの平方根のこう足し算ができないというのはちょっと情けないななんて思いました。で、まあこれがとりあえずは0点ではなかったということ、自力で解けた問題が6点あったということで、まあ、これは自分にしてはよくできたかななんて思います。6点ですけどね。で次がですね、英語ですね。英語はですね、一応リスニングとかもちゃんとやりまして、で話しても聞いてなんか答えたりとかもしまして、その結果がですね、200点中のですね、53点ですね。まあ4択なんでほとんど確率通りなんですけど、でも中には結構読んでて意味が分かったのがありましたんでね、まあこれはまあ、そんなには自分としては悪くないんじゃないかなっては思います。で国語ですね、次国語はですね、これ何点満点、200点満点ですね。これも200点満点です、ね、これが85点でしたね。で100点が現代文で、で50点が漢文で、50点が古文って、これは昔からこのスタイルは変わんないみたいですね。で85点のうちほとんどが現代文が正解で、古文で15点ぐらい取ったんですかね。漢文は0点でした。あ、逆ですね。
古文が0点ですね。なんか源氏物語かなんかが出ちゃって全然わかんないですね、言ってることは。で、古典は0、古文は0点ですね。古文は0点で、漢文はですね、なんていうか前後のこう漢字とか読むとなんとなく意味がわかるんですよね。で、そんな感じでなんとか考えて正解したのが前後点なんだと、ね、現代文だけで7割ぐらいが取れてるんで、まあこれも漢文とか古文とか勉強すればかなり150ぐらいはいいんじゃないかななんて思いますけど、ただ、ね、実際センター試験を受けるわけじゃないんでね、そこは現実的には考えてないですけどね、200分の85くらいはよくできましたね。で、次が理科ですね。理科も一応やってみたんですね。一応全部やるっていう前提で取り組みました。理科がですね、生物やったの、これは僕さすがに0点だろうと思ったんですけど、まぐれあたりですね、3点。これはもう実質0点と一緒ですね。逆に3点取る方が難しいんじゃないかっていう、そんなレベルですね。これは全然もう、問題外ですね。で、次は地学ですね。地学はですね、100分の16。これはですね、これもひょっとしたら0点かなと思ったんですけど、知ってる問題が出たんでね、それが解けたんで16点ということでしたね。何かっていうと、大学の時に一般教養で天文学っていうのをやってて、なぜか覚えてたんですよね。ハッブルっていうのは天文学者がいて、で、超新星爆発っていうのは宇宙であって、で、その爆発をもとにこうどんどん銀河系がこうその元から離れていってるんですね。で、このHR 図っていうのがあってこうなってて、で、距離と時間がこう比例してるっていうですね。で、どんどん離れてるっていう、そういうことですね。で、その問題がなんか出てて、これはもうすぐ分かりましたね。超新星爆発でどんどんこう離れていってる、で、距離と距離と速さがこう比例してるみたいな、そんなのが出たんで、これは分かったんで16点でした。これもできたからっていうとどうってことはないですけどね。でも生物の地学も問題解いててっていうか読んでて面白いですよね。いろんなことを高校生がね勉強してんだななんて、そんなことが分かったんで、それだけでも良かったかななんて思います。で、次がですね、現代社会って社会科ですね。現代社会、関係の、ね、勉強してたこともあるんで、かなり知ってる問題が出たんで、適当にっていうか、もう問題文読まないで選択肢だけ読んで、これダメこれダメみたいな感じでやって55点でした。で、最後政治経済ですね。政経ですね。政経もですね、これも同じですね。これもやっぱり法律関係とかそういう部分でかなり知ってることがあったんで、同じように問題文読まないで、選択肢だけ読んで、これだけ違うなって感じで解いていったら55点だったっていう、これも本当に常識的なことなんで、満点取るというのは取れるんじゃないかなと思いますね。あと、テレビで池上彰さんとかつって、世界情勢のことをテレビでやって、あれ見てるだけでも、
かなりこの中の含まれる部分が出てきてるんで、もうこれは特に特別な勉強しなくても誰でもできるっていう感じですね。で、まあ一応これだけやってみて、全部で900点満点で、何点取れたのかなって計算はしてないですけどね。110で126、130、200点ぐらい、あ、250点ぐらいですかね。250点ぐらい。まあ、一般の国立大学とか、どっかの地方のね、大学入ろうと思ったら900の、どれぐらいですかね。700ぐらい取んないと、ダメなんですかね。まあ、そのためには数学、英語ですね。数学、英語で、なんとか頑張ってって感じですね。で、この辺は、まあ、短期間で教科書読んで、知識を詰め込めば、みたいな感じかななんて思います。まあ、そんなことで、ちょっと今日は一日これをやるために、ちょっと頑張ったというか、やりまして、かなり疲れましたね。で、まあ、これからちょっとお風呂入って、その後またちょっとこれについてお話してみたいなと。